はい、東日本選手権の、えー、女子のショートプログラムねちょっと感想を述べていこうと思いますお客さんね結構入ってたっぽいですねあの選手の1人がねうわこんなにたくさんお客さんが入った東って初めて見たわってね言ってる人いましたよ、うん、多分だからあの僕今年からあの東日本とかいろんなねブロック大会見始めたんで、まあ、昨年以前が分からなかったんですよ だから、まあ、あのー、今年結構入ってる感じなのかなうん。ねはい、という感じで。あとね、鈴木淳さんの、えー、解説がね、たまにこう、裏話とかね、えー、あと、初心者の方に優しい解説がされていて、すごくなんか、わかりやすいなって思って、なんかあの、またね、選手演技を見返したくなっちゃうようなね、 足元に注目してくださいとか、なんかね、結構細かくね、あの、言ったりとか、あの、また新しい切り口で、えー、解説をされていましたんで、あの、そういったところがすごく僕は新しいなと思ったんで、え鈴木淳さんの解説による東日本選手権もえすごく良かったなって思いました。えー、本田真凜選手のところでは、宇野昌磨君とのちょっと裏話とかもされていて、あと、 あの、フィギュア選手で、なんか柔道部をされていたっていうね、そういった話もあって、へーへーっていう感じで何回も言っちゃったりとか、あの、あったんで、えー、まあ結構、あの、目から鱗が出るような解説だったんじゃないかなと思うんで、えー、すごく勉強になってよかったなと思いました。はい。というわけで、えー、ちょっとね、あの、感想を述べていきます。えー、あのね、 マスダミユ選手っていう方、皆さんご存知でしょうかえー、東洋大学で。この選手は、えー、今シーズン、本当ずっと見てきて、本当にこう、流れるようなね、上品な、曲もこう、風がこう、たおやかにね、うん、たおやかにこう、風が流れていくような、そういうこう、えー、演技をする選手がいまして、で、本当に、スケーティングが丁寧でお上品なんですよね。で、この、この、彼女のプログラムも、非常にこう、 うん。選曲とかもそういう感じで、よくいいなと思います。で、今年は、まあ、えっと、見てきた大会、あの、まあ、やっぱり少しずつやっぱね、あの、レベルを上げてきてるなっていう感じはしますが、その中で3回転トーループ、三回転トーループの3-3のコンビネーションジャンプですね、を今回、その、東京大会と引き続き決めることができたっていうのは、 これは良かったなと感じました。うん、で他のところも良、ね、かったと思うんですけど、ただ今回はちょっとスピード感が前回の東京ブロックよりは欠けて,欠けてしまったかなってちょっと思ったので、まあ、点数は50点ちょっとだったんで、まあ、あの個人的には53点とかいいか,かなって思ってたんですよ。だけど行かなかったのはおそらく PCS とか、まあ、そのスピード感だったりとか、あとサルコージャンプの判定が少し気になりましたね。 えー、そういったところがあるんですがとても丁寧な滑りで印象に残りました、うんはいえー、そして、えー、と日本大学の田,田辺桜楽選手ですね、うん、この選手も今シーズンずっと見てきたんですけど、えー、ショートでは一度もミスまだしてませんね。うん、あのー 彼女は原産サマーカップ、東京下季、東京ブロック、そして東日本と進んできたんですけど、今のところ一つもショートでミスしてないですよ。うん。えー、なので、やっぱ安定感がまずあるなっていうところがあります。で、今回のこのプログラムははに歯に噛むプログラムで明るいプログラムだなと思います。 ステップなんかも、えー、すごくこう楽しみ、楽しくて、こういういう風にやるシーンがあったりとかね、最初のところはこういう、ね、感じであの、頭の中に振り付けが焼き付いてしまうぐらいね、明るく笑顔で滑る選手がいるんですよ。で、ジャンプも、まあ、トー,ル,ル,ー,プとトトール,ループ、最初のトリプルと高さと余裕があって降りてきてよかったと思ったし、サルコーも後半期もあった。で、アクセルジャンプも本当に余裕があるなと思いましたね。ブラケットから入った。ですね。うん。 なので、非常に印象に残る素晴らしい演技でしたね。で、点数が51点台ということでしたね。で、キスキャで彼女喜んでました。うん。あのー、でもね、東京カキですね。東京カキね、カキの方で55点っていう点数が出たんですよ。で、その時よりも今回の方が良かったと思ったんですよ。だから、うーん、東京カキが優しすぎたのかなって思ったり、まあ、今回が厳しいのかなって思ったり、いろんな、その、 何だろう計算が頭の中に出てきてしまったので、でも彼女は喜んでたので、まあ、それが一番大きいかなって思いますね。うん、はいという感じです、うん。田辺桜香さんでしたね。えー、続きまして石田選手、石田真也選手。ですね、えー、と彼女も関東サマトロから見てきた選手の一人ですね。 で、彼女は、あのー、やっぱりこう、フリップが安定感がある選手。フリップジャンプ、トリプルフリップね。うん。で、あのー、えっとね、前回の東京大会、東京ブロックの時に、ルトリプルルッツとトリプルフリップ、両方とも、えー、入れることができた、そういった大会で、えー、これ、東京ブロック、自信がついたと思うんですよ。で、それ以前は、 あの、ちょっとルッツがあまりうまくいかずに、まあちょっとルッツジャンプに課題、課題があるのかなっていう感じで、まだルッツジャンプの習得段階なのかなっていう感じだったんですが、えっと、今回もトリプルフリップに加えてルッツジャンプしっかりと両立できたんで、あの、前回そのルッツフリップがショートもフリーも決まったので、えー、それがやっぱり自信につながってるのかなっていった、そういった東日本選手権のえショートのパフォーマンスだったのと思いますね。ただね、 今回のフリップは、ちょっと斜めになったので、まあ決まったんですけど、まあ彼女本人からすると、まだできる。わ、まあ、っていうね、そういう、感じを受けました。うん。あとダブルアクセルがね、ちょっとあのー、オーバーターンが入っちゃったんで、そこの失点、失点ですね、失点。点数を失ってしまったところがあったところあるので、えー、まあ、うん。点数が49点でしたかね、50点届かなかったと思うんで、 まあちょっともったいなかったなっていう感じは、まあしましたね。うん。だけど、あの、鈴木純さんが、えー、彼女これ、柔道部、柔道部、柔道部ね、をやっていたっていう、そういった裏話を聞かせてもらって、そうなんだって、そこでへえって、2回3回へえって言っちゃったですね。だから、あのー、あ、そうなんだって。でもそれを思って、 あの、それを聞いた上で、彼女の演技を思い浮か、思い、思い返すと、あの、確かに体感がね、体感がしっかりしてるかなって思います、確かに。うん。あの、ジャンプ降りた時でも他の選手とは違った、こう、着地の仕方というか、こう、しっかりね、着地が、こう、なんていうのかな。こう、はまるんですよね。うん。だからね、非常にこう、なんていうんだろう。あの、そのなんていうのかな。着地がこう、 どっしりして、重いわけじゃ、重くな、重いんじゃなくて、どっしりしてっていうのはですね、あ、その、こう、しっかりこう、はるんですよね。パシンと。で、それはね、まあ結構、この、硬いと言いますか、感じがあるから、まあだから体感がしっかりしてるからこそ、なのかなってちょっと思い浮かべることができましたね。だから鈴木潤さんの解説で、そういうこう、ところをこう、湧き出してくるっていうのは、すごくなんかいい切り口だなと感じました。はい。 っていうところで、石田さんはそういう感じで、ルッツ、フリップの共用、まあ二つ入れられたっていうところがあったんでよかったですが、点数がね、やっぱもうちょっと出れる。あと、トリプルトリプルも多分今後は決めていってほしいなと思うので、まあ、フリップ、ルッツが安定をしてきてますから、うん。今後は3回転3回転の習得なんかも、来年以降かなまあ今シーズン後半かなわかりませんが、まあ気にしていきたいところですね。うん。はい。 という感じです。そして、えぇ、ー、サイグサチカコ選手という選手をお話しします。えっ、ー、と、この選手は、正直言うと、えー、えっ、ー、と、全部うまくあの、えっ、ー、と、ミスしなかった大会を、が一つもないかもしれないですね。多分。あの、いつもミスしてるイメージがあるんだけど、 非常にもったいないなっていうふうに思うんですよで。なぜかっていうと、彼女クオリティが非常にやっぱりいい、質が非常に良くて、あのー、スピンとかも非常にこう、回転軸だったりしっかりしてるし、スケーティングの、その、仕方もね、非常にこう、しっかりしてるんですよね。だからね、とてもね、その、ジャンプが決まってくると、すごい上位に行けるかなっていう感じがある、いつも思ってたんで、あの、ジャンプでこう、今回もね、 一回転に抜けたりがあったんで、まあそれでちょっと失点があったから、ジャンプさえうまくいけばなっていう選手と一人かなと感じます。これはだから東京ブロックの時も思ったし、その前の東京牡蠣も思ったし、原産の時も思いましたね。うん。なので、ショートこれ45、6点だったんですけど、まあジャンプが決まると50点は超えてくるよね、というところなんで、まあだからジャンプの成功がお願いいたしたい、お願いしますというところですね。はい。うん。 滑りのクオリティは高いですからね、うん、それからね、ホンダ・マリン選手をお話ししていきたいと思います。ホンダ・マリンさんね。うん、えー、っとね、マリン選手は、これファ、フェイディ,ィットっていう曲なのかな音楽の曲名のちょっと発音があれなんですが、えー、ですよね。で あのー、やっぱこのプログラムね、やっぱマリンさんにとても合っていて、えーまあ、合ってるし、まあ力強さも感じるのが、力強さ、まあ結構まあ、彼女の良さを引き立てる、引き立てることができるね。えー、そういったプログラムだなと思います。うん。で、えー、っと、今回はトリプルループ、ダブルトーループのコンビネーション入りました。前回は確かサルコーかトーだった気がするな、コンビネーションが。ちょっと忘れちゃったな。 ループではなかった気がするんだよね。確か。東京大会。で、今回は、まあ、あの、いずれにしても、トリプルループ、ダブルトーループのコンビネーションこれ入りましたね。だから、あの、結構非常に綺麗に決まったんですよ。で、ジャンプの回転も足り、しっかりこう足りてる感じがあったし、それからダブルアクセルもこれ決めてきた。で、前回は確かシングルアクセルになっちゃった気がするんです。 なのでしっかりこうトリプルあダブルアクセルがちゃんと降りれたっていうのも良かったと思いますよでトリプルトーループがちょっと詰まってしまって手をついたように見えたのでそれがちょっと失点をもったいなかった GOE マイナス案件があったのでそれがもったいなかったなと思いました、うんえー、ただスピンとかステップとかも丁寧にこなしていて東,東京大会の時よりも圧倒的に良かったですねで表情がね特に良かったうん 彼女前回は、表情がまだあまり、そこは、そういったところがちょっとまだ良くなかった気がするので、今回の東日本は、キレが出てきた上に、表情が、表情、笑顔が結構多かったし、一番嬉しかったのはキスクラですね。キスクラで彼女が喜んでたんで、喜ぶ姿を見るって結構久しぶりだなって思うんですよね。51点だったから変ですね。だからまあ結構、そういったところで、彼女の笑顔が出てきたっていうところが、まあ大きなまあ、 なんだろ、大きな、その、喜びというかね、っていうところがあったなと感じましたね。うん。で、えっ、ー、と、鈴木潤さんは、あの、マリンちゃんのことをよく詳しい、宇野昌磨君くんとは、なんかゲーム仲間だっていう話をしてて、そういったお話なんかも時々するので、なんか結構面白い感じで語ってて、結構なんかいいなって思ったりしました。だから、あの、結構鈴木潤さんの解説、いいですよ。あの、皆さんもぜひ見てみてほしいなと思いますね。 うん。はい。とはい。えー、という感じです。うん。点数も51点は、まあね、良かったと思うんでね。うん。あの、うん。はい。という感じですね。はい。そして続きまして、あともうちょっと話すか。えっ、ー、と、平がねきり選手って皆さん知ってますかひらがね、ひがねきり選手。うん。この選手は、もう、 ゲンさんからずっと見てきた選手です。うんえー、と彼女はとにかくかっこいい、かっこいい、うん、あのスタイリッシュでこう演技の、彼女のこう衣,装衣装は、ね、ちょっと今回変えたかもしれないですけどでも、かっこいいんですよね。あのうん、で、えーと、一つ一つのポーズだったりあの表情のこうキリッとした感じ、まさにキリ日焼かにきりキリさんキリッきりっとした感じであのいいですね。 ただね、今回は、やっぱり全日本選手がかかってるからかちょっとわかりませんが、ちょっとこう、あの、いつものこの表情のキれがなかったなっていう気がしたんですよ。あの、このソートはね、出だしのところにすごいシュって止まって、ジャッジの方を見て、こうなんかね、こう、ちょっとこう、なんかね目、目のところがね、こう、不敵な意味を浮かべるところがあるんですよ。で、それはね、今回は不な、不敵な意味がね、 まあちょっとこう、あまりなかったので、だからちょっとあれかなあの、やっぱり緊張感の方が勝っていたかなっていうように感じましたね。うん。いつもはもっとこう、東京課金の時とか、東京ブロック課金の時は、さんの時とかは、あ、違う、とンさんか、ゲさんの時とかは、もっとこうね、こうなんかこう、ちょっとドヤ顔じゃないけど、なんか、こう、なんか、表情不適な意味を浮かべてるのがあったんで、今回はちょっと緊張感が、 あったなっていう気がしましたね。うん。だけど、ジャンパーね、えー、東京ブロックでミスしたところもしっかりとクリアして、えー、た、トーループ、うんと、3回転に変えて、3回転ダブルアクセスともに決まったと思いますね。点数も40点、40 48、9点が出てましたんで、まあ良かったのかなっていう気はしますが、まあ、個人的には、やっぱもっと、あの、スピードを出して50点を超えてきてほしいなっていう選手ですね。うん。 はい。ひだがねきりさん、今年僕ね、かっこいいプログラム、M、MVP、ひだがねさんって決めてるので、あのー、ちょっと全日本見たかったんですけどね。うん。はい。まあちょっとそれはフリーに話しますね、はい。フリーはまだ見てませんけどね。結果はちょっ人知ってるんで。うん。はい。えーという感じですね。えー、続きまして、えっ、ー、と、 よしょうか。吉岡椎か選手。ね。吉岡椎か選手。うん。この選手、最近、あの、関東ブロックの時も話したんですけど、あの、本当に最近うまくいってないですね。本当にうまくいってない。特にフリーがね、うまくいってない。まあ、ショートもうまくいってないんですけど、まあ、多分練習では決めてると思うんですよね。非常に質が良くて、スケーティングも丁寧だし、あのー、結構練習とかでは決めてるような気がするんですよね。 だけど本番になって緊張するのかなんかわかんない。せっかく綺麗なスケーティングで滑って助走をしてくるんで、決めてくるととっても流れがある、あの、そういったジャンプとか頻度をしてくるのかなと思いきや転倒とかしちゃうので、個人的に開かれ、あ、えっと、すいません、えっと、吉岡椎花選手の、あの、ジャンプの失敗が非常にもったいない。うん。マキスクラももう呆然としてましたけど、も、ま、う、あ、ちょっと僕も呆然としてましたね。 あいつになったらうまくいくのかなっていう、そのスランプがね、スランプから抜けきれてないのかなっていう感じがあるんで、ショートのプログラムも素敵なプログラムですし、うん、ちょっとそこがもったいないなというとこです。うん。はい、なんとか諦めずにスランプを脱出してほしいなと思うんですけどね。うん。はい。そして、えー、青木優奈選手。青木優奈選手について話していきます。青木選手が、 Young and Beautiful. これはセルフコレオ。まあ、自分自身で作ったプログラムですよね。あのー、エレガントで力強く素敵な演技、素敵なプログラム。これはもうずっと話してきてますので。で、えー、っと、ただ今回トリプルルッツ、トリプルループを多分やりたかったんだけど、ループがダブルに抜けた感がありましたね。 多分、だから、あれはあえてダブルループにしたというよりは、まあ、その、ループが抜けちゃった感じになったかなっていうのがありますね。うん。でもトリ、ダブルアクセルとトリプルフリップは良かったと思います。で、スケーティングとかスピンなんかもいつも通り良かった。うん。なので、 本当にジャンプだけですね。ルッツループだけかな。ルッツループが、まあ、本人演技終わった後、ちょっとこう、まあ、ちょっと悔しい感じだったから、まあ、多分ルッツループが抜けてしまった、ループがダブルになったっていうところが、ま、悔しいっていうだけで、他は全部良かったと思います。す、滑りも。うん。っていうところですね。はい。うん。点数が62点でショートトップだった気がする。うん。はい。という感じです。そして、 えっと、江川まりあ選手。江川まりあ選手ですね。江川さんは、本当に、あの、今年、まあ、全日本選手権とかで台風のメリー、なり、なりうる選手の一人だなと思っていて、あのー、今年調子が結構やっぱいいですね。ただまあ、今回は、最初のルッツもちょっと危なかったんだけど、まあ、決めて、えー、で、トリプルトーループ、ダブル、トリプルトートリプルト三サ,ンサンが、これ最初じゃあダブルトーループに抜けたんですよ。でもしっかりトリプルトをつけたんで、 えー、なんとか、ショートのルール、違反ならずね、まあ、0.7ず、まあ、しっかりトーループつけたんで、よかったなと思います。トリプルとね。うん。だからちょっと、まあ3、そのトーループの前でスピードが落ちてしまった気がしたんで、あのー、それがちょっともったいなかったですね。自らあったのはね。うん。で、今回の、あのー、そのプログラムは、 綺麗なプログラムで、まあ川が流れるようなそういったね、プログラムですよね。だけど、あの、まあ、もっと彼女は大きく、えー、もっと滑りが大きく滑る選手なんで、ちょっと今回、全体的に、あの、滑りがちょっとちっちゃく見えたかなっていう気がしたんですよ。だからちょっと、まあ、緊,緊張というよりも、あの、あの、まあ、少しこうあの、スピードを抑えて滑っていたかなというのをステップシーケンスでも思ったので、 だから点数は59点でしたよね。まあこれは3回転、2回転抜けたからってあると思うんですけどね。うん、だからもうちょっとこう、いつもだったら大きく滑るのかなって思ったんで、えー、まあこれは全日本選手権にちょっと力を温存しておきたいです。でも表情は非常に落ち着いて良かったなとは感じましたね。うん。はい。という感じでした。えー、 うん。他にもたくさんの選手と紹介をしたいんですけども、ちょっと今日はこれでね、終わりにしていきたいと思いますね。うん。なんか全日本選手権をかけた戦いっていうのもあるから、あの、それで緊張やっぱり、あの、僕見てるこっちも緊張しましたね。うん。あのー、なんだろう。やっぱり、これで全日本が決まっちゃうからね。東日本選手権で。だからまあ、そういうこう、 すごい練習してきたことを、まあ、最後のこう東日本大会で出せる選手とね、そうでない選手とのそのなん,かなんかね、やっぱ思いが、ね、伝わってくる、うん、っていう気がしますね。はい えー、あとねに、日本体育大学の選手たちも、あの、やっぱお二人いましたね、清水選手、ね、をはじめね。うん。あの、ちょっと余談,余談になっちゃいますけども、日体大,のせ日体大って昔からフィギュアスケート部ってあったんですかねあの、ちょっと気になったんですが、日体大ね、日体大。うん。あの、少し気になりましたね。昔からフィギュアスケート部あったのかなちょっと気になった。うん。はい。 というわけで、えー、これで終わ,終わりにしていきます。バイバイです。